松野伊佐松野伊佐から1893年8月6日は、高天高級書、国学院設立に尽力した国文学者。陽名、秀吉、通称、坂江、または森枝、辰史、昭史、後伊佐に定めた。号は東海、貧乏国三木軍三原生まれ。父は、広島藩三原城主浅野家の家臣で、軍部業に所属。 平田厚丹で没後の門人であった。伊佐は、幼少より、国学、官学を治めまた、剣、弓、銃、法の技を学んだ。1864年浅野家の大砲方を、拝命。1866年、藩校の授読みを命じられその後、矢野教皇、三原教皇、竹原校学校、水戸校学校の教授となった。1872年大阪に出て、 翌1873年、立志を抱き上京し、平田鉄種の学木となる。同年、宇佐神宮ネギ。1875年、新党事務局編集専務、大教員専務を兼任、宿詞文礼等を編す。1876年、生徒寮塾長兼務、高大神宮検査官拝命。放職中、神宮神官の指定の教育機関。 神宮教員の生徒取締役に転ず。これを基礎に拡大強化し本教官を起こし、全国規模で有志学生を募集。落合直文、池部義方らはこの折の学生の一部。1877年ゴンネギと進み元折と予会の養子となったが、間もなく同家を去った。1879年神宮ゴンネギを辞し、 新党事務局に奉仕主管学を講じた。1882年、皇天高級所の設立にあたり事務局総権係を廃止、全国遊勢にわたり、募金に、東本に資本、必須の情熱を傾け渾身の勢力を注ぐ。アリス川の見当たる人新郎や山田明義をはじめと、する内務省官僚らと設立に尽力。松野は、獅子の藩幹事とともに総権係。 漢字保として実質の首脳者となり、経営の任に当たった。当時は、大火前世で洋風に傾く時代ながら、国文最初の雑誌、日本文学の観光や、小事類園の編纂、ん、皇高級書公園の開催などで国学の研究普及に努めた。またそれまで人宮神官の少数の指定のみを、教育していた事業を、 広く、全国から生徒を募るよう意見を出し1890年、公転高級所を拡充発展させた、国学院の創立に携わった。この間1988年には、元田,田,田氏、丸山義と、今泉貞助らと補充中学校を設立。この5秒に倒れ1893年、国学院第1回の卒業式出席後入院指導年、没した。 去年42、1922年15位が送られた、田尻左辺、増位書見伝造法番上特使増位年表 B49、ありがとうございます。